家出少年家出少女って分かった瞬間はとりあえず帰らせるかもう私服に言うかの二択でした。極力揉めへんように極力そのやっぱり面倒くさいことになれへんようにはしてましたね。おととし関西テレビの取材に家出する若者について語っていた男、昨日わいせつ目的誘拐などの疑いで逮捕された大阪市浪速区の無職浦野直容疑者です。浦野容疑者は去年11月 SNS で知り合った東京都に住む女子中学生をわいせつ目的で自宅に連れ込んだ疑いなどが持たれています。浦野容疑者はどのように家へ少女を連れ込んだのか、その誘い文句と考えられているのが薬あげるから家に来ない。警察によると2人は睡眠導入剤を譲り渡す約束で浦野容疑者の自宅に向かったとみられています。大阪のテーマパークに行った後帰ってこないと少女の母親から通報を受け、警察が保護した時には少女はろれつが回らず薬の過剰摂取いわゆるオーバードーズの状態だったということです。多分いないですね。この2人が落ち合ったと考えられている場所が大阪ミナミのグリコの看板の下、通称グリ下です。東京の東横などと同じく家庭環境などさまざまな理由で居場所がない若者が集まる場所で、未成年の飲酒や喫煙、パパ活などに加え最近はオーバードーズが問題となっています。こうした状況を取材するため関西テレビはおととし、グリ下に出入りする人物としては最年長で、後にグリ下の帝王を名乗り出した浦野容疑者に話を聞いていました。発信したり、OD するな、リスカットするな、案件するにしても、ナンバですんなとか、分からんところでしろとか。最低限のルールですね。本当に僕が出禁にする方です。もちろん僕が出禁になったらもう無法地帯になっちゃうんですよ。浦野容疑者は自分が治安を守っていると語る一方で、少女たちとの関係についてはこんなことを語っていました。靴はグリ下の子にもらった買ってもらったりとか、この服とかもそうですね。グリ下の子と付き合ってた経験とか。まあ僕はそうですね、グリ下の子とそういっぱい付き合ってましたね。もう結構8人ぐらい付き合ってました、ね、いやトラブルは1回だけ大きい出来事があったんですけど、それ以降は基本的に僕は18とばっかしか付き合って18、19しか付き合ってなかったんで。浦野容疑者が言うトラブルというのは逮捕歴のこと。このインタビューのおよそ5ヶ月前、グリ下で出会った14歳の女子中学生とみだらな行為をしたとして逮捕されていたのです。その後罰金40万円の有罪判決を受けましたが、今回の逮捕容疑もまた少女を狙ったものでした。グリ下に集まる若者の更生を支援している田村健一弁護士は、グリ下の帝王を名乗り向精神薬を少女らに配る浦野容疑者について、複数の若者から相談を受けていたということです。彼の家に小学生中学生も含めて女の子がすごい出入りしている。まずね、でその上でそこをなんで出入りしてるんだっていう話の時に、常に OD、 最初は馴染みがない子をタダであげる、タダでやってちょっとそれがハマってくるとお金を取ると。でお金を払えないんだったらそれこそ性交渉、小学校中学生の子ですよ、うん、それもあるし、パパ活、未成年売春をさせていたりとか、その思い通りにならなかった場合に関しては、傷害、殴るとかかけるとか土下座をさせるとか、そういう話は私はもうやっぱり各方面から聞いてるんで、本当に要注意というふうに感じてましたね。
やっぱり僕のことを必要としてくれる男の子女の子もおるし、その子たちが僕のことを必要としてくれるまでは僕は最後までグリッサがなくなるとか、そこの終焉までいます、誰が文句言おうが。一昨年のインタビューで少年少女への思いを語っていた自称グリ下の帝王、警察は浦野容疑者が容疑を認めたか否かを明らかにしていません。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。